オパンジェム5の画面グラフィックスエンバイロメントマネージャーとはデジタルリサーチが開発した CPM および DR-DOS 用の GUI 環境である。CPM や DR-DOS 上で動作する GUI で、例えるなら MS-DOS と初期の Windows の関係に相当する。見た目は MacOS を意識して作られたと言われており似ている。後に GEM の無償版が登場し、 フリージェムやオパンジェムなどが存在する。これらは現在も入手可能である。オパンジェムは DOS のための非マルチタスキングの16ビットの GUI である。これはフリージェムの配布物を拡張したものであり、オリジナルのジェムの機能を含んでいる。また、オパンジェムは簡単にインストール、使用できる GUI システムと Window のフレームワークをフリードースに提供することを意図している。 ジェムのソースコードを所有していたカルデラ、シンクライアンツは、1999年4月に、ジェムのソースコードを GNU、GPL の下でリリースした。オープンジェムは、フリージェムの開発者チームと協力して、シェーン・マーチン・コフランによって、GPL に従うフリーソフトウェアとして開発された。オパンジェムのバージョン3から6までは、 ソースフォージとフリードウスのウェブサイトでホストされている。オパンジェムは2008年から活発な開発はなされていないが、これは機能を完備し、将来のサードパーティーによる開発と拡張のための SDK を含む基本的な GUI を持っている。通常、フリージェムはシングルタスクだが、フリージェムではギジマルチタスクを利用できる。ジェム用アプリケーションや、 ドスアプリケーションを複数起動しておくことができ、ホットキーによってアプリケーションを切り替えることができる。ありがとうございます。